はい、こんにちは、こんばんは、白銀の鳩です。今回は新しくピックアップが来る予定の、バレンタインの工場ピックアップですね。それについてどのサーバントがおすすめなのかっていうのを紹介していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、まあこの24機のサーバントがピックアップするんですが、全部日替わりでピックアップされます。はい、なのでまあいろいろ取捨選択が、大変だったりするんですが、まあ解説していけたらいいなと思います。はい、でここなんですが、工場のサーバントとストーリー限定のサーバントが今回ピックアップされるということで、希少価値が高いサーバントっていうのが一定数いたりするって感じですね。で、ピックアップに関してなんですが、1日だけピックアップがあるって感じになってます。26から27の18時ぐらいまでコアトルさんとメイブ、その次がガラテアとオリオン、ナイチンゲールとサンゾーちゃん、アルペンランサーとシトナイで、おさかべ姫とたまもの前、アナスタシア、ジナコ、エウロペ、ディオスクロイ、ジャンヌルーラー、アルテラ、ブラダマンテ、フヤキャス、ドレイク、ジャックザリッパー、モードレット、ブリトラ、アルペン、ニトルタという形になっております。まあこれよくわかんねえっていう方はこのスケジュール表を見てもらえればいいかなと思うんですが、全ての、工場ストーリー限定の女性サーバントの星5サーバントが1日ですね、累計でピックアップされるということで、まあ聞きたい方はちゃんと考えて引かないと、あ、もうこのピックアップ終わってた、積んだってなるんで注意が必要かなと思います。ということで、まあストーリー限定工場のサーバントをフィルターでバッて見やすくしたんですが、こんな感じです。で、まあこの中で、ストーリー限定のサーバントに関してはこんな感じです。この4機のサーバントがストーリー限定のサーバントとなっております。左から順にアルペンランサー、コアトルさん、メイブ、シトナイって感じですね。で、まあストゲンに関しては希少価値が高いサーバント、まあ通常のピックアップのすり抜けでは出ないサーバントとなってるんで、まあそういった意味で狙いに行くっていうのはありかなと個人的に思います。で、この4機の中で個人的なおすすめなんですが、まあどれもイコールぐらいなんだけど、まあ汎用性が高いっていう意味では、まあしとないかな。やっぱりアルターエゴということで、まあアサシン、バーサーカー、ライダー、キャスター相手に有利を取れるということで、まあアーツのアタッカーでアルエゴいないなっていう方に関しては狙いに行く価値はありかなと思います。で、まあそれ以外もね、全部強いんですよ、程よく。はい、メイブちゃんに関してはね、もう強化されまくって、なんか男性特攻を持っていて、かつ NP チャージとか補填してくれるんで、まあ周回等で使えたりするし、でアルペンランサーですね、 NP50% チャージ持ってたりとかするんで、まあそこでも結構使えたりする。でコアトルさんに関してもね、大量獲得、スター大量獲得入手することによって NP チャージしながらクリ運用とかもできたりするので、まあストゲンのこの4機に関しては、まあどれもおすすめと言っておきます。まあただその中で汎用性がちょっと高いのはシトナイって感じなんで、シトナイおすすめかな。で、まあ周回的なことを考えると、全体宝具がまあアルペンランサーしかいないので、まあここも結構おすすめかなと思います。では工場の話していくんですが、20機のサーバントがいます。はい、もう工場めっちゃ大量にいるって感じですね。まあここら辺に関しては一応いつかすり抜けで出る可能性があるサーバントです。一応ね、出るかどうか知らないです。で、ここに関して、まあ多分フィルターで分けていった方が楽かなと思うんで、まあ単体宝具のおすすめからお話ししていきましょう。単体宝具数少ないです。はい、ディオスクロイ、オリオン、サンゾーちゃん、ジャック、ガラテアという感じになっているんですが、まあ単体宝具の中で言うと圧倒的にサンゾーちゃんおすすめとなっています。まあ、やっぱり NP 最大で 80%増やしてくれるっていうのと、まあ攻撃力アップ等がいろいろついて、かつ宝具に関してキャスターなんですが火力が出しやすいサーバントとなっている、まあレイド戦とか普通の周回等でも使うことができるキャラクターとなっているんで、おすすめかなと思います。で、それ以外のサーバントに関しては、まあ正直まあちょっとイコールぐらいって感じ。まあディオスクロイが個人的にアーツアタッカーでぶっ飛んだキャラクターとなってるんで、まあそこ強いかなーって思ったりするぐらいかな。まあギミックでね、無敵貫通持ってるんで、まあ対処がしやすい、高難易度の適性が高いといった意味では結構おすすめかもしれないってぐらいだね。で、あとはまあオリオンとかね、女性、男性特攻とか
ジャックちゃんは女性特攻、ガラテアに関してはスキル強化とかされてね、毎ターン HP 回復弱体でバスター攻撃に NP 増やすとかいろいろ追加されてはいるんですが、まあ、率先して狙うべきかって言われると、まあ、周回でちょっと使いにくいキャラクターとなっているんで、まあ、やっぱりサンゾちゃんおすすめ、その次に、まあ、ディオスクロイかなと思ってもらえればいいかなと思います。一応この中で NP チャージ即 NP チャージを持っているのはサンゾちゃんのみとなっております。で次、全体宝具行く前の補助系宝具っていたっけ、あ、いましたね、補助系宝具お話ししていきましょう。補助系宝具に関してはこの4人の中で言うと圧倒的にタマモです。はい、もう理由サポートできるから以上。まあこの子自体ね、 NP チャージとか NP 現象とかアーツ性のアップ、それ以外で言うと宝具打てば打つほど HP 回復 NP 増やす CT 加速するっていうメリットを持っているんで、まあアーツパを使う上で持っておくと損はないキャラクターの一人かなと思います。でそれ以外の3機に関しては、引かなくていいです。うん、まあ言っちゃ悪いんですが、ここの3機は現環境弱いって言われてるサーバントなんで、うーんって感じです。まあ一応スキル構成とかで言うとね、クリバフ巻いてくれたりとか、まあバスター単体バフ巻いてくれたりとかいろいろするんですが、まあいかんせんちょっと使い道がね局所すぎてって感じで、ジャンヌに関しては申し訳ないんだけどキャストリアがっていう話になって、うーんってなってるから、ここら辺はね、まあ好きだったら狙いに行って OK です。ただまあ性能とかをメインするんだったら、まあ行かずに放置っていう感じでいいかなと思います。補助系に関しては玉物前一択です。で次、全体宝具お話ししていきましょう。多いね。全体宝具なんですが、個人的なおすすめ現環境だとニトクリスオルタです。はい、この子はマジで強い、本当に強いです。まあやっぱ最近実装されたサーバントということで、他のキャラクターと比べてスペックが結構高いです。でかつアベンジャーなんですよ。 NP100% チャージ持ってます。弱いわけがないよねっていう、もう現環境エクストラクラスないと危ない。まあ一応単体宝具とかでワンちゃんとかがいたりするんですが、それを置いといても全体アベンジャーは1体持っておいて損はないので、アベンジャー持ってないよっていう方に関してはニドクリスオルタ個人的におすすめって感じです。でそれ以外だと、まあやっぱり青かな。はい、こいつもぶっ壊れの一人ですね。まあシンプルに NP30% チャージ持っててバスターシステムできるし、火力が出せるっていうのがすごい。というかもう全体セイバーだけで言うとこいつでいいってなります。もうだあのね、このねモーさんアルテラとかいるんだけど、アルペンが強すぎてこいつが壊れてるんすよっていうぐらいにめちゃくちゃ強いサーバントとなってるんで、アルトリアに関しても引き毒かなと個人的に思います。でそれ以外は正直まあイコールっていうのも変かもしれないんだけど、まあまあまあって感じかな。どれも標準ぐらいのスペックをしています。でまあその中でちょっと抜き出てるのは、まあブリトラさんかな。ブリトラさんに関して NP30% とか味方全体神聖特攻とか巻いてくれるんで、普通に周回で使いやすいっていうのとシステムを組むことができるんで、まあそういった意味では結構便利なキャラクターかなと思います。あとはスキル封印クリ発生率ダウンで高難易度の適性もあるっていう感じは結構強い点かな。あとドレイクさんですね。ドレイクさん第2スキルにね防御無視とバスター性能ついてねおかしくなりました。 NP50% 持ってて攻撃宝具バスター性能を上げてくれる、かつ宝具強化済みのサーバントとなってるんでめちゃ強いです。はい、めちゃくちゃ強いのでここもおすすめって感じかな。はい、それ以外のサーバントに関してはまあ無理して狙いに行く必要はないかなと個人的に思っております。まあ局所局所で使えるサーバントっていうのは一定数いたりはするんですが、まあおすすめはニトールタ、アルペン、ブリトラさん、ドレイク、この4機で見てもらえればいいかなと思います。ということでいろいろお話解説してきたんですが、こんな感じとなっております。でもこの中、まあ、全て込みでどれが一番おすすめかというお話ししていくんですが、個人的に一番おすすめニトクリスオルタ、その次アルペン、その次に
死とない、槍をで、って感じかな。こんな感じです。で、まあ全体宝具の方をメインとしてお話ししてる理由なんですが、めっちゃ単純、周回で使うからです。単体宝具に関しては基本使う場面っていうのめっちゃあるかって言われるとそこまでないので、基本全体宝具をメインで見てあげれば個人的にいいかなと思います。まあそうなった時にニトールタアルペンに関しては結構便利かなと個人的に思ってるんで、まあまあまあここら辺を狙いに行くというのでいいかなと思います。そしてまあ各サーバントの解説ですねに関しては各ピックアップの時に動画を上げていこうかなと、まあ簡単にね見れる動画を上げていこうかなと思うんで、気になる方はそちら見てもらえればいいかなと思います。まあ当日か前日ぐらいに上げていくので、まあ気になる方はって感じです。はい、以上ということで今回ここで終わりにしたいなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価とかよろしく。それじゃあバイバイ。Shoot, shoot, shoot.